Season 3 episode 2, the unedited version will be up on Patreon, and early videos will be on Patreon, and YouTube membership. Let's go! Oh, it's the clown people! And the traitor? What was his name? Yuki? Was it? Oh. He's gone! True death! Valentine? It was the guy, right? But he's the fake demon lord. So mean! Oh. That's just so sad. Oh well. Oh, he hired them? What is he plotting? 魔王バレンタインの言い分ではクレーマンが死んだのは間違ったんやけど。いいえ、あなただけでも無事でよかったわ。おお。しかし、厄介なことになったな。軍勢、財産、宝石、その It's all gone。大損害だよ。どういうこと？のが事実だとしても本拠地は無事でしょ？確かに軍勢も崩壊しましたが、リモロ took it, right? まだ巻き返しは可能でしょう。それがクレーマンに預けてあった俺の拠点も、yes. 昨日一晩で落とされちまったのさ。信じられないことにあのスライム配下を差し向けていたのよ。Don't underestimate. それではあの戦場で見た魔人たちが全戦力ではない。スライムは戦場を取りにして本拠地を叩く作戦に出たということ。Outsmarted. この方針について計画を見直そう。世界征服という野望を達成するためには、Oh, world conquest. 私たちは少しばかり増長してしまう。せやな。They have such big goals. 悔しいけど、Wow. でも失敗しそうな気がするよね。納得したくね。とはいえ、やられっぱなしは尺だよね。Their plans will fail. I know it.少しくらい仕返しして、しばらくおとなしくしようって。手は出せないけど、口は出してもいいだろ。おお。何をする気なんだ。やれやれ。悪巧みでっか。ナスティスキーム。一つ仕掛けてみようと思う。You evil man! Who are Rimuru though? Just getting all these hate. 新帝王国ルベリオス。この国は神に管理を委ね。そして。その神ルミナスの正体こそ、魔王ルミナスバレンタイン。Oh, she knows? 私が唯一敗北した相手。道に迷った時は私を頼って。これ以上あの人に甘えていては自分はダメになる。Oh, so strict. この世界で頼れるのは自分の力のみ。そして私は見つけた。Hmm?私を強くしてくれる場所。What place? This place? 西方聖教会に入団し、一年でホーリーナイトに、二年で聖騎士団長となった。しかし、地位得てきた。そして私は気がついた。Is she gonna leave? ルベリオス法王、その正体がルイというヴァンパイアであり、oh. 魔王ロイ・バレンタインの双子の兄であるということに。人間を支配しているということに。Interesting. I didn't know that they were twins. ここまで。Still alive?One evil. 近所まで騒がしいぞ。一体何をしているのじゃ。おお。
What, beautiful? 二人ことなど許さぬ。Come back to life. Can she do that? Oh, they came back. Whoa. What, join me? それを矮小なみで勝手に判断するとは何様じゃ。すべての自由意志を満足させる正義などない。No true justice。考える方が傲慢であろうよ。一週間やろう。She sounds so wise。我々の腹心たちを倒せるお前なら、必要の試練を乗り越えられよう。その時こそ、我々は。So did she end up fighting her? 私は試練を乗り越え。再びで破れ下った。Oh, she surrendered. A little bit unexpected. 別に人間を食い殺すわけではない。血だけ血を吸い取り、正気を糧にするのみ。上位のものであればそれさえも必要なく、永劫の時を生きていければあるほど、その血の味も美味となるが。Interesting. 大量の正気を吸い取ることはルミナス様によって固く禁じられていた。So she's nice. 公平さは他の西側諸国でも類を見ないほど保たれていればならない。この理想郷を守るために。So she likes her. 弟が死にました。That's nice to see. ロイは魔王として悪い。ヒノト、深夜に何者かが侵入したのは知ってるだろう。その侵入者が、The other twin. アルプルギスより帰還したロイを殺害し逃走したようだ。ロイは決して弱くない。偽りの称号であれ、魔王を名乗るに足る実力を持っていた。She upset? つまりあの道化は魔王以上に強い。まあいいわ。ルミナス様が無事だったのなら問題ないもの。問題ならあるとも。脅威としては信仰心が薄れる可能性がある。ところで、So what do we do now? ベルドラが復活したというのに、ジュラの大森林は安定しているようだな。森が安定しているのはあのリムルというスライムを私が逃がしてしまったからでしょう。Well, she knows that he escaped. 軍勢が滅ぼされたのは間違いなさそうだ。厄介な相手だったあの瞬間こそが彼を滅ぼす最大の好機だったのでしょうね。同郷と訴えられて手心でも加えたかね。まさか。だから彼の言い分など聞かずあの町を排除しようとしたのに。天使が動くか。Angels。あのままの勢いで害なく動くわ。面倒だ。Angels。天魔大戦では完全勝利を目指したいものだしね。そうね。そのためにも時期が早まるのは君が失敗したのは結果的には良かったのかもしれない。どういう意味かしら。ゼラの大森林に出現した脅威。これに対しロイが死んだ今。人類共通の敵として活躍してくれると思わない。そんなに僕とは思えないけど。So many things happening。するのは望ましいし、人類と共存でも。私に情報を持ち込んだ東の商人だけど、昨夜も会う約束があったのよ。おお、タイミングのいいことだな。利用しようとしていた。だとすれば、リムルという存在を消さなかったのは正解だったかもね。負け惜しみだけど我らの準備が整うまではあの地もよ。それもこれもあのリムルとやらがワルペルギスを生き延びられたらの話だが。で無事でいられるかしら。 I think Rimuru is doing just fine. 慌てずとも結果は明らかになるだろうと。あなたの弟が死だろうな。私と違ってあの方は優しいから。それを言うなら私も弟が死んだというのに、oh. まるで悲しい気持ちにならない。That's so sad. Emotionless? Kind of? そうか。ロイがバカな子。She does look a bit sad. ワルプルギスの方は。We got a new name! というのが昨夜のあらましよ。わらわの邪魔をしてくれたわ。ロイもロイじゃ。生き返らせてやったものを
申し訳ありません。She's in a bad mood. 私が侵入者を取り逃がしたばかりに。よい。攻めを追うべきはわらわであろう。弟がルミナ様の期待に応えられなかったお気にやまれませんよ。今は喪失を嘆いている時ではないな。What's your plan? 邪竜が復活し、リムルという新たなこの対策を考えねばならぬ。Does she dislike Rimuru? 心得ております。やらを、私が始末してまいりましょう。ひなたよ、そなたは確かに強い。Don't overestimate yourself. だが、魔王リムルには勝てぬ。その通りだよ、ひなた。あの邪竜は、それだけ凄まじい存在。Right?しかし勇者良いかひなた。But he's different now, right? あれは自然エネルギーそのものなのじゃ。あれ狂う暴風じゃが、あの邪竜には意志がある。剣も魔法も通用しない。奴が暴れを蹂躙するのじゃ。Kind of like end of the world. 悪夢でした。Catastrophe. あの美しかったナイトローズが廃墟と化したのですから。Don't mess with Veldora. 万が一の場合は私が切る。そなたまで失いたくない。自重せよ。はい。リムルを魔物と断じて、会話を無視したのは失敗だったかもしれない。対応が間違っていたとは思いたくない。でも、それすらも東の商人の意図なのだとしたら。おお。忌々しいわね。もしかすると内通者か。放置するほかなかろうよ。幸いにも、神敵と正式に触れを出した。何か問題でもあるのか。 Anyway, she can't fight against Rimuru now. 天使の進行を早める可能性があります。スリューベルドラを敵に回す方が厄介よな。それにあの者たちが目立てきになってくれるであろう。 Flying bugs. 今は考えて It's angels, right? 魔物は人類共通の敵というルミンチが根本から覆すことになりますが、邪悪な魔王として我らの共犯者になってもらうというのは、とやら楽しく過ごせる国を作りたいそうじゃ。人間の協力が必要不可欠だから自分が守ると。おお、国を切り寄ったわ。それを邪魔、正教会が全て等しく俺の敵だ。Declaration. Don't mess with him. せめて人と交流していなければルイの案も採用できたものを。そうじゃな。下手に動かず堂々としておればよい。信者どもには自治活したとな。魔王リムルに関しては Keep it a secret? そうよな。危機に応じる相手であろうし、Negotiation はうまくごまかしておくがよい。ひなたもそれでよいな。承知しました。以前あの者を殺そうとしましたので。そうであったな。だがわらわと手からはバカではあるまい。I mean, he wouldn't do anything unless there is a reason. As long as you don't make him angry. Oh. Okay. Give us all your money. ひなたも動くであろうよ。あのメギツネか。勇者もいたであろう。おお、このマサユキか。その通りじゃ。マサユキ。相手が何をされたか理解できぬうちに倒すという歴代最強と名高い勇者とベルドラ相手に証明してもらおうではないか。おお。その心意気はよし。魔物どもを駆逐金は王家が支払うべし。魔物の要求など断固拒否すべきだ。ファルムスの総力を挙げず、何とするか。怒り高き王が簡単に負けを認めるのですか。良いかエドワルドよ。相手は世の誇りなどかの暴君の前では人海に等しい。ご自分だけお逃げになるつもりでは。逃げ場などあるもの課金の支払いに応じて退位すると申しておるのだ。世が退位せぬなら属国になるか。しかし無抵抗で魔物の軍門に下るなと。 So what better plans do you guys have? 今朝方私に届けられた書状です。 Oh, letter. あまりに重大な内容ゆえ知らせしたく。ブルムンド王国から発表された声明についてでございます。ブルムンド曰く、ブルムンド王国はと派兵を非難すると。小国の時が生意気な。
我らの敗北で調子づきおったか。ブレムンドだけならまだしも、武装国家ドワルガゼルは中立の立場を守るでしょうか。いや、問題にすべきはその発言力よな。我がエローの機嫌を損ねるのはまずいであろう。申し上げます。モーニュース、ギルドより緊急の報告が。モーセ、ギュラの大神人の名手が魔王になると宣言したそうです。うん、なんとこれは。いや、逆に好奇ですぞ。ディーマンロード、オールマイテ、身の程を知らぬリムルとや、うまくいけばベルドラモロとも滅ぼしてくれるやもしれない。 They're so optimistic. 魔王クレイマンが魔王リムルに討ち取られたとのことです。バカな。さらに城の上で魔王ミリムの参加に入るとのこと。現在は8名の魔王がオクタグラムございます。オクタグラム。聞いたか、皆の者。Look at their faces. リムルという魔物もまた共有するような化け物なのだ。国のためと言いつつ。And that's also Diablo. 失敗であろうよ。要は後継者にはエドワルドを推す。何ですと？エドガー王子に引き継ぐのではないのですか？この先エドガーはまだ幼い。乗り切るのは難しいであろうよ。Oh, he's smiling. Everyone's getting played. Don't look so happy. Diablo looking smart. So, guys, that's the end of the episode. I can feel like a lot of things are brewing again.Really excited to see what's gonna happen for this season, like what big battles are coming up. They were talking about like angels or something. Like, is it real angels from heaven? Could it be? I don't know, but since they're the church, wouldn't angels be like on their side? I don't know. A little bit confused about that.But yeah, happy that Rimuru, the Walpurgis, ended peacefully. They got a new name. Everyone seems to be happy-ish for now, except for the clown group. Yuki's group, he seems to be plotting something again to like probably sabotage Rimuru in a way. Excited to find out what he's going to do. Probably like spreadfake information again, like the sly, nasty, evil man that he is. Oh, this is so frustrating to watch. And Hinata, I don't know. It's a little bit sad for her to like hate on Rimuru so much when her teacher likes Rimuru so much. And yeah, it's just so sad to watch. I forgot what was the teacher's name. Shizue? Yeah, she liked her sensei so much, so why does she hate Rimuru so much? I'm sure there's like some misunderstandings between them, and once the misunderstandings clear up, he'll probably like Rimuru and respect him as much as she likes and respects Luminous, the vampire woman. But yeah, excited to see what happens in the next episode.So yeah, guys, it's the end of the video. If you liked it, don't forget to like, subscribe, and share. Early unedited videos will be up on Patreon, and early edited videos will be up on YouTube membership. If you want to be my fan, the link will be in the description and comment section. Thank you so much for watching this with me, and I'll see you guys in the next one. Bye!